だけ汚くても落ちます。大丈夫ですか。黒光りツヤ王ツヤキングツヤ、これでツヤキングって読むんですか、はい、すごい。タオルとかで拭くだけで完了するって感じで、はい、5秒で作業すると1年、はい、テリーツヤの車の話出張坂戸店のコーナー、今回も MC 私江崎ロアが担当させていただきます。で今回、私もね軍祭いつもの自分のマイカーこのねインプレッサちゃんで来たんですけど、見て分かる通り汚いんですよとにかく。で今週またちょっとラリーのイベントの方で出させてもらうんで、転写しないとなと思ってて、どうしようって思ってたら、なんか今回私のね車を洗車してくださるそうなので、水なしで洗車ができるワックスの FW1 っていう商品があるみたいなんですけど、こちらの担当の方が今回来てくださいました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私全然水なし洗車って想像がつかないんですけど、はい、どうやってやるんですか。こちら汚れてる場所に本当にスプレーして拭き取るだけ、はいはい、マイクロファイバーで2回拭き取るだけで汚れ落としからワックスのコーティングまで1本で、はいはい、1本でいいんですか。っていうような商品で、もうタオルとかで拭くだけで完了するって感じで、はい、でもボディもそうですし、ホイールもそうですし、基本的にボディ全体っていう、あ、どこでもいいんですか、はい、すごい。これだいぶ私の今車汚れてて、もう24年ぐらい前の車なんですけど、これだけ汚くても落ちます。大丈夫ですか。やりがいがあればちょっと汚いって言われますすいません。でも今日のためにちょっと汚してきて実践してもらおうかなと、こんなにすごいんだよっていうのを見てもらおうと思って、皆さんによろしくお願いします。ゲージすごいんですけど、はいはい、黒光りツヤ王と、黒光りツヤ王名前がかっこいい。いや名前はツヤキングっていう、ツヤ、これでツヤキングって読むんですか、はい、ですすごいキラキラネームみたい、キラキラネームで、一応キャッチコピーが5秒で1年黒光り、5秒で1年、はい、黒光り、5秒で作業すると1年、1年間コーティングが持つ、で場所使える場所が一応水戸総樹脂専用のコーティング剤に、はい、なってきますので、結構使っていくうちに白くボケてくると思うんです。はい、はい、ボケちゃいます。わかりますもん。そういうのが治ります、ね、これも使いたいです、はい、じゃあお願いします。ここすごい白くなっちゃってるんですけど、これどうですか。状態だいぶ悪いですよね。状態は逆にいいです、うん、あ、逆に磨きがいがあるみたいな、はい、実際だいぶ白いじゃないですか、うんうんうん、これ変わります。そうですね、これ多分ちょうどいいぐらい。本当ですか。なんか想像つかない、はい、もうだって劣化しちゃってると思ってるから、これが戻るって信じらんないですね。じゃあ実際にちょっと使ってみたいと思います、はいはい、キング出してもらって、一応キットになってて、はいはい、こんな感じで液体なんで、ちょっとずつ2滴、あ、こんな少なくていいんだ、はい、へー、やってもらって、で、じゃあ ここそこ、ここ、ここ、はい、じゃあきます。これ何もした、綺麗に掃除しなくても別に、ね、一旦汚れがついてたら、流していただいて、で、乾かしてくださいから、はい、じゃないと汚れの上からコーティングします。そうですよね、はい、じゃあいきます、はい、あ、すごい、こうやってスライドする、はい、塗りたては確かに黒くなりましたね。そうです。で、あとはタオルか何かでこうムラにならないようにやっていただくとこんな感じ。え、すごい、はい、これ乾いたらもっと白くなっちゃったりとかしないんですか。実は今この状態で、1年間このまま持つんですか。すごい。え、見てください、すごい、半分真っ黒。すごい、まあ、劣化の度合いにもよるんですけど、はいはい、まあ、1回で黒くならないものとかは、まあ、重ね塗りでやって、はい、本当にだって5秒かかんなかったですもんね。そうですね、今スーッてやるだけでこれで1年持って。そうです、そうです。これ簡単ですね。いちいちなんか乾かして待って、うんうん、もう一回塗ってみたいな、結構めんどくさいじゃないですか、コーティング系って。これ私でも簡単、はい、ズボラでも、はい、はい、じゃあ次私の STI リップ、ちょっとね、いつぞやの表情で割っちゃったのがまだそのままの残ってるんですけど、まあ大事に本当にしてるリップなんで、これもね結構もう使ってるんでだいぶ白くなっちゃって、ね、これもなんかもうちょっと黒くしたいなと思ってたので、はい、これもいけます。ちょうどいいです。ちょうどいい、はい、やりがいのある。いきます。はい、やり方も全くさっきと一緒なんですもんね。そうですね、まあ、あの汚れ落として乾いた状態で数滴垂らして、垂らして、これも垂らしてます。はい、はい、すごい、すごい新品ですね。そうです、あ、え、
本当にすごい。だいぶ生き返りました、本当に新品の時と同じ色だ。そうですね、すごい。後で全部やります、ちゃんと自分でやります。はい、ということで今のツヤキング、ここのねリップに塗ってもらって、だいぶもう色がね変化して、なんか一目見てもうね違うのが分かると思うんですけど、これってちなみに、はい、水とか弾いたりは、水も弾けます。はい、それってなんか今確認、もう塗ってすぐ分かるものなんですか。一応、定着までに1時間ほど置いていただきたいんですけど、それが定着した後は確認していただいて、はい、じゃあ撥水も問題ないんですね、はいはい、すごい、はい、ちょっとなのでそこで今ちょっと霧吹き、あ、本当ですか、はい、見てください、すごい、え、見てみて、元々の私のボロボロリップ、まあ本当にポタ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 垂れてやった方、ツヤキングね、すごい。本当は1時間置かなきゃいけないらしいんですけど、塗ってすぐでもこれだけ撥水してます。そんなジャバジャバかけます、すごい。あ、こっちの方が分かります。すごい、本当に水滴残らないですね。しっかりコーティングされてます、しっかり。え、これめちゃめちゃいいなと思うんですけど、これ買おうと思ったら普通に店頭とかでも買えるんですか。基本的には催事販売が中心になってまして、はいはい、全国商業施設さんだったりとかガソリンスタンドさん、あ、まあ、大体お客様が送るまで行かれるような場所でこうゲリラ的にイベントをやってまして。あ、そうなんです、そういうとこじゃないと買えないんですね、はい、基本的にはそうですね。で、一応そういったイベント情報っていうのは公式サイトの方に、うん、イベント情報っていうページがありまして、一応そちらの方でイベント情報を掲載してますんで、ぜひこういった実演もやってますので、これでも実際に自分の車で試されたら買いたいってなりますもん。多分ね、見てる人もね思いますもん。ちなみにおいくらなんですか、はい、高いですかね。お値段は5000以上します、しないです、しないですか、よかった。今めちゃめちゃ告知しちゃったから、高かったらどうしようと思ったんです、一応1本でだいたい車種、未塗装樹脂の使用してる量にもよるんですけど、だいたい1本で4台分ぐらい使えて、そうですよね、数的でいいんですよね、はい、これ気になるお値段、はい、気になるお値段これが一旦と言いましょう。なんと3200円、安い。全然5000もいかなかった、はい、公式サイトをアクセスして、はい、で、テントイベントもやってるみたいなので、はい、皆さんぜひ行ってみてください。ではまずはツヤキングの紹介でした、ありがとうございます、ありがとうございました。お知らせがあります。この度アヘッドモーターサービスでは新たに一緒に戦ってくれる仲間を募集しています。モータースポーツはじめ、まあ、チューニングもやってるじゃないですか、はい、うちら。そうですね、まあ、車両販売からさまざまな自動車事業をやる中でモータースポーツをいじった経験が普通にお客様にフィードバックされて、まあ、チューニングも含めて提案させていただいてるんですけども、うん、まあ、ぜひうちらのチームに入って一緒に働いてみませんかということで、はい、そうですね、はい、本当にね、AJRT の活動も通してですけれども、まあ、あとはね、ケリー氏の車の話という、ね、そうですね、番組にもね、たくさんいろいろと協力もさせていただいてというところで、ここでしかできない経験皆さんありますので、ぜひね、振るってご応募いただきたいところでございます、はい、そして、ブレス、お、はい、板金塗装で、おなじみのブレスも一緒に、働いていただける仲間を募集しています。まあ、今もね、塗装部も板金部もね稼働していますけれども、まあ、そうですね、はい、みんなでね、やっぱり盛り上げていきたいなというふうに我々思ってますので、はい、一緒にですね、楽しく働ける仲間募集していますので、はい、ぜひこちらをクリックしてください。特に今年はですね、チャンピオン取りますからね、皆さんチャンピオンの位置になりませんか、はい、中古車買取ホット、車買取専門店、高価査定はプロにお任せ、お手軽スマホ査定なら最短5分、中古車買取ホットで検索。車のことならアヘッドモーターサービス、あなただけのこだわり、車の競技、カスタムチューニング、新中古車の買取販売ならアヘッドモーターサービスへ。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。